いやー、いいですね、ラスト、小野くんの趣味。いいの頼みますよ。やっぱこれかな。うん。アイマス。アイマス。ありますね。あるですか？ラブライブと迷ったんですけど。あ、そうなんです。僕も迷ったんです。で、僕は、どうやら、うん、なんか、寺島くんと、うん、寺島くんのラジオに行った時に話した結果、うん、なんか、もうすでにラブライバーらしいんですけども、うん、ちょっと待てよと、うん。いや、ラブライブよく知らんぞと思う。うん、そんなには。うん、アイマスは知ってんの？知らないっす。うん。うん。で？アイドルマスターになってみようかな。あ、マジかよ。うん。あ、でもラブライバーもってかたよ。両方。うん。アイマスも、ラブライブも、もう、アイカツも。もう、全部アイドルの名のつくものは全部、全部、DMM.com を卒業し、アイドル、アイドルマスターに。DMM からアイドルマスターに。アイドルマスターに。はい。ということで、人生は一度きりですから、紫先生はアクティブに生きてくださいね。